おはようございます。おはようございます。お元気でございますか？あ、はい、ありがとうございます。おかげさまで。おかげさまって、まあ、僕は別に面倒見たことはないですがはい、というと恵子さんの長女か何かがリエちゃん？次女なんです、リエは。次女、はい、そうですか、はい、そしたら若くして独身なので。まだ独身なの？はい、リエの方は姉が嫁いでまして、はい、その子に孫が。ほう、ああそうなんだ。はい、ほら、そう、おかしいわね。リエちゃん結婚もしてないのに孫が出たからいや、それは別に結婚せんの孫がいてる人もいるからおかしいこともないけどね。バンドさん、いやいや、そんな自分の娘がね子供だけ連れて帰ってこられたら困るもんね。そんなもん。そうですよねまあね、だけど、まあ、今年ぐらいにご縁があったらお孫さんが、まあ、できる。今すぐ結婚したらできるね。とつきどうかっていうから。でも全然そんな相手もいませんし。ないの？なんかこちらはもう早く結婚してほしいなって、もういつも思ってるんですけどね。本人にする気持ちはあるみたいなんですけど、なんかなかなかこう自分の思う相手に巡れ合えないというか。いやそんなことはないけども、うん、やっぱり相性の問題やから、おばあちゃまは、はい、ご主人と、はい、どんな同級生だとか近所の人とか会社で知り合ったとか会社で知り合いました会社で知り合ったの？あ、はい、社内恋愛ね。そしたら、会社の上司かなんかだったのかな？いえ、同僚です。あ、同僚で。はい。ほんな机をこう横に置いて近くにいたんですか？そうでもないんです。部署が全然違いましたから。はあ、ほんななんでそんな部署が違ったら、そんな大きな会社に勤めとったわけじゃないでしょ？そんなに大きくはないけど、まあ中流中流だったら、だって毎日放送なんか中流ぐらいですよだから毎日放送ほど大きくはないんですけど、まあ商社なんです。商社なん、はい。そしたらデスクとデスクだ、部屋が違うとったん違うの？そうです、全然違いました。ほんでなんか要はエレベーターで会ったとか？あ、そうでもないんですけどねエレベーターもないような会社？いやいや、どこで？階段でケツまずいたとか恵子さんが？いえ、そうじゃなくて、私の方が先に入ってましてね。後から入社してきたんですけど、で、まあ一応タイプが私好みだったんですね、その当時は。かっこよかったイケメンやねシュッとしてた。それでまあお付き合いするようになったんですけど。年下ですか？いえ、同じ年です。同じ。そしてとりあえず、まあね、ちょっと言葉を交わす程度ですけども、時間が終わって、仕事が終わったらちょっといっぺんご飯でも行こうかって彼が言うたの、それとも恵子さんが言うたの？誰が言ったんでしょうか。もう昔々のことですからもう忘れましたけど、すいませんけど、結構自分で言うのもおこがましいんですけど、当時結構モテたんですよね恵子さん。恵子さんが？私が、はい、はいはいはい。そしたら向こうはこれ幸いと気負ったわね、そんな感じですよね。だってね、リエさんが言うのにはなかなかのべっぴんさんだっちゅうやん。ほんで自分でも美人薄命ってずっと言うてるのに長生きしてるらしいそう、長生きってまだ66やからね。もう平均寿命からすらもうね、まだ14年はぴったりね。というと、はい、そして一緒になって、はい、ね、それで今は？今はもう20何年か前に離婚しまして。いや、ちょっと待ってくださいよ。はい、捨てた？まあそういう感じですね捨てたって分かれはったな。最初結婚した当時は同居してたんですけどね、仕事しおめと。はいはいはい、あ、そういうことで。はあ、で、まあ、彼が公務員、その後、まあ、商社辞めて公務員になったんですね。で、一人息子で長男だったんですね、田舎の。なるほど。それで、まあ、同居を
余儀なくされまして、はい、同居してたんですけど、はいはい、まあ、いろいろとありまして、はあはあ、それあのまたちょっとね、あの環境が変わると、向こうは親御さんの方は親御さんの言い分もあるし、こっちはこっちの言い分があるしと、これ難しいね。そうですね、合わせられないもの。そうですよね、ね、一人息子やし、あんた言う資格ないから。ああ、そうやな、家ちゃいでも田舎嫁もおらんねんから。いやでもね、嫁しようと思ってね、まあ、なかなか難しいんだろうね。まあそれはそれで、それじゃすっきりした。だけどまあ理恵とかはできたんですよね。そうですね、二人ね。はい。ああそうか。そしたらそこにできたお孫さんは何人おるの今？あ、孫は一人だけです。一人だけ、はい。これまた時々来ますか？このお正月も、2泊しました。1日と2日の晩と、男の子なんですけど、もう4歳半で、うわ、また走り回って走り回るんですもん。それだけど楽しいじゃないですか。もうあの子供が一人いるだけでもうすごい変わりますよね。変わるよ、ね、いやよかったね。今年の正月はまたやんちゃな4歳半ぐらいたら言うことも聞かんし、半分以上分かってんのかどうかよう分からんけども、でもあのもうあの全部分かってくれててね。ほじゃ恵子さん、はい、お孫さんは恵子さんに似て男前やな。男前なんです。女大した男前、ね、バカそうです。あら、そう、はい。だけどそうじゃあれですね、恵子さん寂しいね。でも、うん、そしたら毎日朝起きるでしょ。今朝も早くから、はい、すいませんけども、はい、ありがとうございます。そしたら一日朝起きて自炊ですか？あ、私ですか？あ、そうです。じゃあまあね、66だったらもう当然冷蔵庫ポッと開けりゃね、いろんなものが入ってるし、お野菜も入ってるから、はい、自分のね3食ぐらいのことはどっちことないですわな。それでも時間があってすることがないでしょうが。いや、私11月いっぱいまでずっと勤めてきたんです。 お仕事？仕事、はい。ついこの前までもう何十年もずっとお仕事してきましてね。偉いな。それで会社が閉鎖、廃業、はい、はいはい、それが決まったのがお盆、うん、8月の半ばぐらいで、うん、その時に初めて、まあ、社長が、はい、閉鎖するということをみんなに告げましてね。で、10月いっぱいまで、まあ、製造の会社だったんですけど、はい、まあ、私はそこでずっと事務を取ってたんですが、うん、10月いっぱいで製造をやめて、11月いっぱい残務処理、はあはあ、それでも11月末でもう辞めたっていう形で、ああ、ほんなら去年いっぱいで全てが終わったみたいなもんなんだ。そうなんです。ああ、これは今年はこれね、またもうはや明日は恵比寿さんやとかどうのこのとかね、恵比寿さんも、ね、もう競争で、はい、明日はまたね残り成人式、成人式、はい、何かごめんなさいね、そんな話に持っていってしまいまして。あ、いえいえ、まあしかし一つやっぱりいろいろありますからね。そうですね、66年も生きとりゃ。そうですね、ちょっと休憩してね、ゆっくりと、まあ、することはね、だから今までずっと仕事してましたから、はい、もう家の中の掃除とかやっぱりずっと彼がね気になってたことが12月なるほど、全部やれて一区切り一線引いたやりたいと思ってたので、それでまあでももう一人だったから、でも時間持て余したらすることがないわね。いや、そんなことないんですよ。なんで？私パッチワークと油絵やってましてね。え、油絵を？はい。でも絵は、まあ、若い頃昔してたんですけど、まあ、子育てやらなんやらでずっとできずに、はいはい、でもう10年ぐらい前から本格的にまた教室に通いまして、ずっと今もやってるんですけど。あ、またそれなかなかなもんやないですか。いえいえ。で、あとパッチワークの方ももう6、7年教室にこれも通ってまして、宿題がいっぱいあるので。いや、それよりそういうご趣味があるというのは、はい、ある意味ボケ防止にまたね、そうですね、おそらく感覚的なものじゃないですか、うん、油絵だとか、ね、うん、それで一回一回違うでしょうからね。そうです。あ、それはいいご趣味だったですね。楽しいです。だからやってる時はもうよかったな、いろんな人と、ね、はい、会えるしね、お話ししたり。そうなんだ。だからもうこれからは好きな時に絵も描けるなと思って。あの僕のどっかに写真とかどっかあります？いや今はないです。
送りますんで、はい、坂東英二の肖像画を、はい、油絵でこの脂っこいやつがまた脂っこいよくなる。もう人物は結構ね、あの孫が赤ちゃんの時とか、あの自画像もちょっと前には描きまして、あの展覧会が春と秋にやりましてね、その時に出品したりとかしてるんですけど、恵子さん、いやちょっと一人だから寂しいんかと思って電話したら、なんのこっちゃない。この正月明けからまた楽しいことが盛りだくさんじゃないですか。そうなんです。へえ、まあ、教室に通ってますから新年会があったりとか、まあ、そこでのお友達もいろいろいたりしますので。本もお読みになるんだ。そうなんです。あ、ほんなら僕の本送りますわ。 ありがとうございます。生前葬って全部売り切れたんですよ。あ、そうなんですか。はい、私本は大好きでね、昔から。これはちょっとした本ですよ。あ、そうですか、楽しみです。はい、これはね、はい、まあどうだろう、恵子さんなんぼ読書家だってもうまあ2時間もかからんね。お茶を何杯も飲んで十分読めますね。立ち読みできそうです。立ち、あ、すいません、ほとんど東京で立ち読みでほとんどだった。あ、売れないはずやわ。あ、そうなんだ。ぜひあのちゃんとあの山本恵子って書いてお送りしますわ。あ、ありがとうございます。楽しみです。それでその代わり今度はあの二課店かなんかに僕の肖像画を送ってくれます。おそらく選ばれへんやろ、肖像画バンドへ。分からんや、それを花に飾ってやな、なんか花に周り花に飾る。なんでや、こんなんてほんまの本葬やないかい。生前葬やないわ、本葬やわ。この正月明けのビッシュさんから何を言うねや。学理連かな、なんかね、ちょっと前にその、あの教室の先生からね、あの全員にみんなあの自画像を描いてくださいっていう指示で、あ、まあ、みんなあの描いたんですけど、中には遺影にするとかね、そういう方もいらっしゃいましたよ。今流行り稽古バンドさん送ってあげてください、遺影の。ほら、写真送りますし、ね、お正月からもうめでたいなとか言って、また連休だとか成人式やとか言うとったら、ええ話や、ええ話。確かにね、死にたい、もうほんまに。死なんでもええけども、死なんでもええ。いやー、ほんとね、あのそれだけお元気だって楽しそうだったらね、あの、はい、リエが突然でもいいですわ、もう。いえいえ、やっぱり突然ですね、一度は。それは困るわね。なんで、まあ、また孫欲しいわね、やっぱり次女にもね。そうですね、欲しいです。うん、そうですか。もう次女も子供が好きなので、あの姉の子もものすごく可愛がってましてね。あ、そう、あの泊まりに来たらもうすごく喜んで、両方が。ね、もう僕がもうちょっと若かったらね、リエに子供ぐらい作ったのに。なんで、お母さんがええやろ。お母さん、じゃあ子供が欲しいって言うてる。選択できる権利があるんですか、向こうに、ね、恵子さんをええ年やで。独身よ、恵子さんも悪いけど。恵子さん独身。坂東さんお疲れ様って、あ、ちゃうか、おばあちゃんに言ってくださいって言ってそうそうそう、俺かと思ったら、もうなんか物が済んでお疲れさんって俺作業が済んだら言われるかと思って。恵子さんまだ女だからよ、まだ。そらそうですよ。独身。失礼な。俺だって、俺だって盛りは過ぎたけど。過ぎた。過ぎた。すいません、過ぎましてって。いや、ま、こんな正月明け、まあ、恵比寿さんに命じて、かじて、ね、すいません。本当にあの、これからもどうぞしっかりと絵を描いて、はい。はいはい、あの、またいろいろと元気を出して、まだまだ違うお仕事をなさってもいいじゃないですか。ね、そうですね。なんかしたいなと思ってますので、はい、これからゆっくり考えたいなと思ってます。そうしてください。はい。はい、本当にどうも今日は失礼なことを申し上げましたが、いいえ、とんでもございません。はい、リエにもよろしくお伝えくださいませ。どうもありがとうございます。どうも本当にありがとうございます。ありがとうございました。お元気で。はい、失礼いたします。失礼します。